どうも。はい。どうも、こんにちは。はい、今ね、午後3時くらいかな。あれ、3時じゃないな。あ、午後4時くらいかな。はい。で、今日はね、久々の登山なんだけど、これに登るっていうわけではなくて、こっちの方に山があったんだけど、見えないのかな？見えないかな？うん、見えないね、しょうがない。はい。今日はね、筑波山に登るよ。過去にも一回来たことあるんだけど、ただ登るだけじゃつまんないと思うので、今日はね、この時間に来たにはね、理由がございます。はい。というのもね、今ね、この筑波山の、つつじが丘っていうところに、まあ、おるんだけど、この、周りはね、もう関東平野でね、すごくね、平らな地形なのかな。これね、関東ね、関東ね、じゃなくて、夜景が綺麗っていう風にね、ネットで書いてあったのよ。そう、夜景百選とかだったかな。なので、今日はね、ナイトハイクを初めてのナイトハイクをね、楽しむよ。ね、あとですね、YouTube、1000人突破しました。皆さん、ありがとうございます。はい。まあ、1000人記念というね、まあ、どこに接点があるわけでもないけど、はい。今日はね、筑波山、チャレンジします。じゃあ、今日も、スタート。今ね、おたつ石コースっていうコースを歩いてるよ。と、筑波山ってね、山頂がね、2つあって、男体山と女体山があるんだよ。で、男体山は871。女体山は876。でもね、まあ、どっちも山頂なんだよね。今日ね、ナイトハイク、まあ、いいっちゃいいんだけど、帰りが本当に不安。しかも帰り別ルートで下るんだけど、もうね、岩がもう5、6個の超急勾配のコースを通って帰る予定だから、本当にね、転ばないか不安なんだよね。大丈夫かな？え、待って、なんで来ちゃったんだろう、自分。ここに。うん。戻るなら今。でも進む。綺麗な小屋が見えた。なんだろう。疲れたって書いてある。え、なんか書いていいのかな。書いてよさそう。ちょっと小屋の中にいるんだけど、まあこんな感じでね、秘境駅にあるみたいな感じで、ノートがありました。で、ノートに、ちゃっかりと、はい、登録してたと。はい。まあ。これを、どんな人が見てくれるんでしょうか。まあ、楽しみやな。ね、ここ疲れたって書いてあるとここにね、筑波山が書いてあるすごい。みんな、筑波山名物のあれが来たよ。お、これか。じゃん。これ、弁慶 701。
頭上の岩が岩にも落ちてきそうな恐れで、もう弁慶が玉戻りしたという岩らしいよ。ということは8回目で通ったのかな。うわすごいな。弁慶七戻りの次は九頭高間ヶ原すごいごめんなさい